皆様、アニョッスです。私事なのですが、本日でちょうど主チャンネル、1周年記念、一番最初にやったシリーズものが小学校あるあるガチャでして、結構思い入れも強いので本日は。1周年記念、怒涛の小学校あるある茶番50連をお送りいたします。ちなみに、30までは過去に投稿してきたもの、31からが新しく作ったものになりますので、ご自分のお好きなところからご視聴いただければと思います。あ、最後には感謝のメッセージがありますので、そちらは見ていただけると嬉しいです。それでは、小学校あるある50発、お楽しみください。小学校あるある、その1。引っかかるとかバカだな。もう怒った、先生に言うから。いや、それはずるいって。言ったら言うの、絶対先生に言う。ちょっと、わかったから、マジごめんて。今さら謝っても遅い。何かあると、すぐ先生に言うやつ。小学校低学年から、中学年ぐらいまでは非常に効果的。小学校あるある、その2。おーおー、夏休み。遊びすぎた。残り、漢字ドリルと計算ドリル。おまけに絵日記30日分と自由研究。終わりませーん。夏休み中、エンジョイしすぎて、終了間際に鈴木で宿題に取り掛かる。逆のパターンで、夏休み初日ですでに、すべての宿題を終わらせる強者も。小学校あるある、その3。ちょっと、どうしたの？あれ、高橋どうした？なんか知らないけど、豊姫が泣いてて、僕が泣かしたんじゃないからね。泣かれると焦る。とりあえず自分がやったんじゃないアピールはしておく。小学校あるある、その4。一番前か、ちょっと嫌だな。隣初めてだね、よろしく。よろしく。よりによって、一番前の真ん中か。年に数回ある席替え。気になってること近くだと嬉しい。隣じゃなくても、最悪同じ班だったら OK。小学校あるある、その後。おし、ようやく金曜日。これで、私たちの班の給食当番も終わりね。ふう、やっとお昼ゆっくりできる。あとは割烹着、お家で洗ってこないと。そして月曜日。次の班のために、ちゃんと戻しておかないとね。そうね、ママにアイロンまでかけてもらってばっちり。私はお母さんが朝も立ててくれるまで忘れてたわ。危ない。皆様。主、どうした？割烹着持ってくるの忘れちゃいました。本当にごめんなさい。こうなると、もう一周、給食当番やるために、小学校あるある、その6。俺の勝ちだぜ。ミラクルローリングサンダー、スペシャル感想。聞かないもんねー、鋼鉄バリアー。また始まったよ、男子ってお子ちゃまね。オリジナルの必殺技や、最強のバリアーを使い、すぐに戦い始める男子。そして、それを冷たい視線で見る女子。小学校あるある、その7。見てもらえばわかるように、人という字は、人と人が支え合ってます。ですから先生も、君たちには支え合ってもらいたい。困ってる人がいたら、見て見ぬふりじゃなく、一言声をかけてあげる、人として大切なことです。あの先生、人じゃなくて入るになってますけど。よく気がつきました。素晴らしい。いやね、みんながどれだけ注意力があるのかなって。先生、わざと間違えてみました。ミスを認めない先生。小学校あるある、その8。ねえねえ、昨日のガキつか見た？もちろんだぜ。やっぱめっちゃ面白いわよね。他のバラエティでは絶対やらないような企画やるから面白い。昨日見たテレビの話で盛り上がる。あんま好きじゃない番組でも、周りの仲のいい友人が見てる場合は、話についていくためだけに、見てるという場合も。てか主ちゃん、机汚くね？そうかな？その机から飛び出てるプリント、1学期のやつらん。今3学期だぞ。これもありがち。クラスに絶対何人かはいる。とにかく机やロッカーが汚い、もので溢れている。まあ、別に誰も困らないし、いいでしょ。だらしないわねー。がしかし、結局自分が困ることに、この流れで、小学校あるある、その9。おーおー。持って帰る荷物が、多すぎる。机汚い子は、だいたいこうなる。小学校あるある、その10。ほら、ちゃんと声出しなさい。このままじゃ何回歌っても終わらないわよ。普段は普通の先生なのに、合唱練習の時だけ妙に張り切る。正直、生徒からすると、めっちゃうざい。はーい、握り拳が丸々、お口の中に入るぐらい口開ける。
小学校あるある、その11。負けただと？やったー、これで2連勝。ふう、やっとランドセル地獄から解放されるぜ。下校時のカバン持ち、3人ぐらいならまだいいが。5人以上とかになると、負けたらもう大変。たまにめっちゃ重いランドセルがあるのよね。女子の中では少数派、赤じゃなくて黒のランドセル使う子。クラスに1人ぐらいいるのよね。小学校あるある、その10人。あ、犬だ。あの子、こないだも校庭駆け回ってたわよね。あたし、うんこ踏んじゃったわ。突如、校内に迷い込んでくる犬。これが来るともう生徒は大騒ぎ。待て待てー。追いかけるアホ発見。うんこか。金魚か。皆様、生き物には優しくしましょう。小学校あるある、その13。は、まだ給食始まって1、2分。主くん、もう校庭に遊びに行ったのか。給食食べるのが異常に早いやつ。男子の昼休み、校庭のボールを確保できるかは、何よりも重要なのだ。小学校あるある、その10秒。よくある朝の光景。みとりちゃんサンキュー、宿題完全に忘れてたわ。いいってことよ、先生にバレないようにね。朝、宿題やってなかったことに気づき、大急ぎで友達の写させてもらう。がしかし、結構な確率で先生には見抜かれているのが実際のところ。主くん、外の気温0度だよ。ふ、それがどうした？寒くないの？そんな薄着で。高橋、子供はタケノコ。主くん、それを言うなら、子供は数の子でしょ。小学校あるある。どんなに寒くても、一年中半ズボンの男子。ヘイクション。主くん、やっぱ寒いんでしょ。無理してんじゃないの？は、意味わかんねえし、無理なんかしてないし、マジ俺、生まれてから寒いとか思ったこと一回もないかんね。あ、そう。絶対に寒いのに、寒いことは認めない。じゃあ、いい加減にしろー。ごめんなさーい。泣いた途端、戦闘力めっちゃ上がるやつ。普段おとなしくても、理性を失うと怖い。まったくあなたたちは、何度言えばわかるんですか？一回目ならまだしも、これで何回目？あなたたちには何度も言ってきたはずです。学校にメイクしてくるのは禁止だと。ほら、反対向いて、そのお顔視聴者様に見せてあげなさい。まったく、先生はね、先生は、怒りただけ怒っているのではありません。ゆうみ、何してるの？はい、みとりちゃんはもう死んでるぞ。白線の上から落ちたら、それは死を意味する。なんだそれ。下校するときに、道路の白線の上だけを歩いて帰る。ここは太平洋のど真ん中、周りにはサメがうらうら。白線の上だけはセーフなんだぜ。おし、じゃあみとりも今から参戦。オーケー、ここから落ちたらもうアウトだからね。最初はグー、じゃんけんぽーん。ふふふ、霊夢の勝ちね。ち、負けたか、でも散歩だぜ。ぐ、り、こ。学校の階段で、一度はやったはず。相手が見えない位置になると、こっそり一段二段ずるをする。いじだー。あ、ベイキ、ごめん大丈夫？うん、なんとか。ごめん、ちょっとふざけたつもりだったの。座る瞬間の椅子引き。ほんのいたずらのつもりで、やっちゃう子も多いが、大怪我につながることも。本当に危険です。絶対にやめましょう。続きまして、校長先生のお話。皆さん、おはようございます。本日は、カツラについて、お話ししたいと思います。ご覧の通り、先生はツルツルですが、人生で一度もハゲを隠したことはありません。なぜかって、理由は妻が言った一言。人は毛量じゃないわ、心が大事なのと。昔はハゲを恥ずかしがってた私も、その一言で全てが吹っ切れ。髪のお手入れや頭皮ケアも一切やめた結果が、この頭だ。まあ妻に励まされた結果、励ましてしまったというわけですな。めっちゃ長く感じる。校長の話。さあ、夏休みも残りわずか、思いっきり遊ぶぞ。あら、みとりちゃんの朝顔、めっちゃ綺麗に咲いてる。観察日記、夏休みの宿題だからね。いいなぁ。
宿題の朝顔を枯らしてしまい、綺麗に咲いてる友達の朝顔が羨ましくなる。言ったもん、絶対に言った。知らないもん、言ってないもん。言った、この間、ペンギンは北極にいるって言ってたやん。覚えてないもん。私は南極って言ったのに、エイキは北極って。それで調べたら南極が合ってたからって、ゆるいよー。じゃあ証拠は？私が言った証拠。私が聞いたの覚えてるもん。何時何分何秒、地球が何回回った日？もういいもん。小学生あるある。何時何分何秒、地球が何回回った日。いただきます。ご飯でよかった。高橋、パン嫌い。ちょっと苦手です。今日のデザートはプリンちゃんか。霊夢、プリンちょうだい。ふざけんな。メカニトリちゃん、プリンちょうだい。じゃあ代わりに虫ちゃんのプリンちょうだい。意味ない。高橋、プリンちょうだい。ダメです。クラスの友達に、片っ端からデザートちょうだいと、声をかけるやつ。正直、うざい。プリン、どこも。ふふ、今日はこんなに集まったぜ。一体どこから全校回って、デザートをかき集めるつわものも。全国の田中さん、ごめんなさい。すごいわよね、いつも堂々と。田中くん、ほじほじまでは許すわ。でもお願い、口に運んではダメよ。いやふ、踏んでもうた。踏んでもうた。朝の半登校の時だと、さらに最悪。もう踏んでないふりしかできない。こうなったらやることは一つ。おやー、おやー。全力で地面にこすりつける。というわけでありまして、小野の妹子は男なんです。先生、妹子が珍獣ハンターになってます。あ、スプレー。やっぱこの暑さは辛いわね。先生、もう無理。もうええ、溶ける。クーラープリーズ。真夏、クーラーのない教室での授業。ちょうど終わったわね。じゃあみんな熱中症にならないように、こまめに水分補給するように、じゃあ授業終わります。気をつけ、じゃあまた後で。先生ずりーよな。職員室は冷房ガンガン。体が弱い子供優先にしろ。そうだそうだ。いやー、真夏の図書室は天国ですな。本には興味ないけど、ついつい来ちゃうわよね。クーラー最高。しかも次の時間はパソコンの授業。パソコンルームも冷房完備。もう、1時間目から、6時間目までパソコンでいいよ。あら、どうしたのかな？その。泣かなくても大丈夫だよ。君は何年生かな？1年生。1年生が6年生の教室まで来ちゃったのか。自分の教室がわからなくなっちゃって。まだ入学したばかりだもんね。大丈夫、お兄ちゃんと一緒に行こうね。うん、ありがとう。小学校低学年あるある。6年生が、めちゃめちゃお兄さんお姉さんに見える。くらえー。オレンジ目つぶしスプラッシュ。まだまだ全然子供である。豊姫、白状しなさい。秘密だもん。お、何の話してんの？あ、ゆうに。あのね、豊姫が好きな子できたんだって。ははーん、そういう話か。で、誰よ、やっぱ高橋。秘密よ秘密、まだ誰にも言ってないんだもん。もしかして、オカマヌシちゃん。そうなの。あの子エメイ君に惚れちゃって。いや、そんなわけないでしょ。いいやん、言ってよ言って。じゃあユーギの好きな人教えてくれたらね。あ、私は別にいないもん。小学生あるある。友達の好きな子をめっちゃ聞きたがる。しかし、これだけは覚えておこう。一度誰かに言ってしまったら最後。遅かれ早かれ、学年中に広がる。でねでね、そのまんま職員室に連れて行かれたんだって。マジか、それはやばいな。おい、何の話してるの？あ、マリサ、別に何でもないわよ。え、でも今職員室に連れて行かれたとかなんとか、ねえ誰の話？小中学生あるある、こそこそ話はめっちゃ気になる。でもこれ秘密だしな、他の人に言っちゃダメだもん。今ニトリちゃんには言ってたくせに。ニトリちゃんとは、お互い秘密なしの約束してるんだもん。あ、そ、じゃあいいし、バイバイ。うぜー。小学校あるある、秘密大好き。しまったー。どうした？次の国語、宿題やってない。あ、私もだ。どうする？
担当は優しい霊夢先生だし、今のうちに家に行こう。そうね。あの、霊夢先生。あら、H ちゃんにユーギちゃん、どうしました?次の授業の宿題忘れちゃって、ごめんなさい。私も、ごめんなさい。あらあら、まあたまにはそういうこともあるわよね。次はちゃんとやってくるのよ。はーい。小学校あるある。学校に一人はいる。めちゃめちゃ優しい先生。暑い。バケツの水気持ちいい。小学校あるある。真夏、バケツの水が気持ちいい。涼しすぎる。クーラーガンガン、職員室掃除になってよかったですね。小学校あるある。嬉しい。夏の職員室掃除。ふう、給食まであと2時間。高橋、トイレ行こうぜ。オッケー。小学校あるある。ズレション。到着。なんか臭くない？確かに。これはもしや。おす、おらんこ。やっぱ貴様かー。小学校あるある。流されてないうんこ。なぜか、小学生は異常に見たがる。おし、次の授業の準備オッケー。みとりちゃんなみその泣く。何って、お習字セットだよ。次の時間書道前。しまった、忘れた。今日は他のクラスも別の時間だけど習字あるから、借りてくれば。みとりちゃんナイス、そうするわ。霊夢貸してくれー。小学校あるある。忘れ物、別のクラスの子に借りる。あ、いたいた。あら、ゆうぎ、どうかした？あのね、うちのクラス次習字なんだけど、道具忘れちゃって、貸してほしいんだけど。オッケー。助かった、ありがとう。霊夢、貸してくれたのはありがたいけど、それが、しかしやんけ。小学校あるある。筆の手入れちゃんとしないやつ。そして習字終わった後はお約束。みんなが汚れた手を洗うので、石鹸ネットが真っ黒に。ちょっと早く来すぎたな。うん、俺らだけだね。てか主、ウルトラマンかぶり、6年生でそれはないだろ。いやー、つい低学年の頃を思い出して。小学校あるある。赤白帽、ウルトラマンかぶり。これは男子だったら、人生で一度はやってるんじゃないでしょうか？おかまきーん。か、感染してもうた。小学校あるある。突然おかまか。それだろ、まるまる菌の方な。小学校時代は結構、普通にやっちゃう子も多いけど、ひどいことよね。あら、また主くん寝てる。それにしても、よくこんな短い鉛筆で書けるわね。消しゴムも鼻くそみたいだし。いつもこの二つよね。主くんが筆箱持ってるの見たことないわ。言われてみれば確かに。小学校あるある。クラスに一人はいる。筆箱持ってないやつ。出たー。じゃあ。ゴキブリー。そっち行った、そっち行った。小学校あるある。ゴキブリ出没で、教室大パニック。よかった、廊下に飛んでいったわ。いやー。いつも通り、体育後、図工と音楽さん、そして国語算数理科社会、オール1じゃー。典型的な勉強苦手タイプ。で、高橋はどうだったの？微妙。微妙って、4とこしかないやんけ。あ、見たな。小学校あるある。悪いとか言いながら、めっちゃいいやつ。これはテスト返却でもよくある光景。筆箱はいただいた。ちょっと主ちゃんまた取ったな。小学生男子あるある。好きな子にはついついちょっかい。おはよう。おはよう。今日も暑いわね。だな、まあもう夏休みだし、あと少しの辛抱。ところで霊夢、いつまで帽子かぶってるの？あ、そうね、忘れてたわ。ところで主ちゃん、今日の宿題やってきた？小学生あるある。髪切った翌日、ちょっと恥ずかしい。あ、霊夢、もしかして髪切った？バレたか。ははーん、それで帽子、
どうせ無がなきゃいけないんだから、取りなさい。そうね。いや、めっちゃハゲ取るやないかーい。キャー。冷たい。小学生あるある。地獄のシャワー。もう小学生は、必ずと言っていいほどここで大はしゃぎです。お腹の調子が、トイレに行かねば、昨日は椅子食べすぎた。おう、ここのトイレはあんま人来ないのに、こういう時に限って、しょうがない、こうなったら奥の手、職員トイレを使う。小学生男子あるある。うんこしてるとこを見つかったら、それは死を意味する。全部個室の女子が羨ましい。おやー、まだまだ足りないぜー。おし、こんだけ溜まればいいかな。あとは、これを滑らかになるまでこね続けるだけ。小学生あるある、消しカスで練り消し作り。主も、よく意味もなく作ってました。はい、マラソン大会まで残り1ヶ月。これからの体育の授業はすべて、マラソン大会の練習になりますので、皆さん頑張ってください。小学生あるある、みんな大嫌い、マラソン大会。今週も一週間終了。小学生あるある。金曜の最後の授業が終わると、めっちゃルンルン。はい、やっと最後まで来ましたが、まずは、ここまでのご視聴、誠にありがとうございます。幼稚園から大学まで、すべての中で一番長い小学校生活。いろんな思い出が蘇ってくるわね。うん、楽しかったことも、悲しかったことも。小学生の時は早く大きくなりたいって思ってたけど。大きくなると、今度は逆に小学校時代に戻りたいなと思うことも。そうね、だから今小学生の子は、いろんな思い出を作るのよ。ということで最後の小学校あるあるは、みんなで話し合った結果。なんだかんだいろいろあったけど。楽しかった。ということで、最後のまとめとさせていただきます。それでは最後に、主チャンネルも、今日でちょうど1年。ここまで続けてこられたのも、応援してくださっている視聴者様のおかげです。これまで一度でも、主チャンネルの動画を見てくださったすべての方に、ありがとうです。まずは次の目標、チャンネル登録者 77,777 人に向かって、みんなで仲良く頑張っていきますので、これからも応援してくださると嬉しいです。では、本日もご視聴、誠にありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。